カルロス・タイス・ブエノス・アイレス市立植物園にあるタイスの像カルロス・タイスはフランス・パリ出身の造園家。フランス語名はジュール・シャルル・テース。有名な造園家、エドアール・アンドレの弟子で、主にアルゼンチンの公園や公共広場の改修と拡張を行い、その分野で最も重要なデザイナーの一人。作品はアルゼンチンの主要都市にある公園、牧場や庭を手広く手掛け。 ブエノスアイレス、サンファン、ルクマン、コルドバ、パラナ、メンドーサ、サルタのほか、サンルイス、マラニョン州、ロサリオ、マルデルプラタ、コロネルスワーレス、トパレルモチーコ、カラスコとチャーベットチクチリのモンテビデオ、サンティアゴの都市デザインや、公園や、公共遊歩道などの生みの親である。1889年にアルゼンチンに到着してからは、 人生の残りをこの地で過ごしている。1891年に、ブエノスアイレス市の公園と通り、公園改造、散歩道、拡張と改造、公共公園に植樹を実施する管理官に任命される。また、メンドーサ、コルドバ、エントレリオス州、サン・フアント・トゥクマンの州でも任用された。彼は、北部の植物とアルゼンチンのメソポタミアの深い知識を持って、地方から、 木々の数千を持ってきて、歩道上に植えるなど、ブエノスアイレス市の都市景観を再構築。ブエノスアイレスへは、市の植物園とドレスでフェブレーロ公園やセンテナリオ公園、ッサーマ公園、及びパトリシオス公園のほか、魔女広場、コンスティトション広場、バランカスでベルグラーの公園や、議会広場も彼の仕事である。ブエノスアイレス郊外で手掛けた牧場は、 観光レクリエーションのための最初の大きな農村施設となる。彼は設計当初から場所を考えたり改善するための管理にも携わるようにしていたという。タイスによって設計された重要な作品は他にパレルモノ森やブエノスアイレスの街の灰を構成した1万2 0千0目木の標本と9つの噴水、彫刻群や記念碑群がある。さらに、 1892年から1898年まで家族と住んでいた現在カルロスタイス植物園として知られる植物園も脅威の作でここではアルゼンチンの州及び世界の他の地域の植物を集め自分の解釈でランドスケープデザインの3つのタイプを判別するために対象混在蘇生のように管理していたブエノスアイレスの植物園は アルゼンチンの森林の特性を踏まえ開発された研究の結果であり、結果として彼はアルゼンチンで最もスペースを維持を目的とした国立公園の作成のための提案を生成可能にした。このほか40人以上の農村施設の公園、庭園、温室や装飾品までも設計した。パレルモチコとモンテビデオカラスコのビーチ人口と住宅街のためのデザインは生活の方法で、 特定の非公式に関連付けられているアーキテクチャと都市の両方で彼の絵のようなデザインを特徴づけている。手がけた作で最大のプロジェクトではジャングル、滝、自然の風景や都市の中心部にあるイグアス国立公園が知られる。テイは植物の学名で命名者を示す場合にカルロス・タイスを示すのに使われる。ありがとうございます。